はい、どうも皆さん、こんにちは。薬に頼らず体質改善ホッティ薬店のホッティです。今回はですね、尋常性感染の改善、未来が見えなかった皮膚の病気ということでお届けしていきたいと思います。僕のチャンネルでは塩やミネラルを使った健康に特化した情報をお届けしております。チャンネル登録をしていただいて、塩仲間になってくださいね。よろしくお願いします。インスタでも情報発信させていただいているので、よかったらチェックをよろしくお願いします。では、早速始めていきたいと思うんですけど、もうね、今回は僕の言葉なんて全然いらないです。この写真を見てもらえればわかりますよ。これが尋常性感染の改善結果ですね。一般的な結論としては改善はしないからうまく薬で付き合っていくしかないですよね。以上です。すいません。っていう風に言われるんですよね。まあ、ステロイドとかで様子見ながら、薬を塗りながら、ちょっとずつ抑えながら、一緒に生活していくということですよね。その方が、塩生活を始めてくれたんですよ。この方の3ヶ月前の写真、見てくださいよ、これ。こちらです。もう苦しいんだと思いますよ。衝撃的ですよね。まあ、正直言ってこれね、お風呂とか行けないと思いますよ。それが1ヶ月後、これですもん。1ヶ月後、こんなに良くなるんですよ。そして、塩生活2ヶ月後、これです。もうこれね、送ってきてくれたんですよ、そのお客様が。そして、3ヶ月後、これですよ。3ヶ月後がこの今、状況がこれですよ。驚きですよね。もうこれを見た時ね、僕の生きてる使命だって思いましたよね。すごいですよね。鳥肌もんですよね。これが三種の神器の力なんですよ。僕も本当にこれを喜んでもらえて純粋に嬉しいですよ。ただただ喜んでもらう。笑顔が思い浮かぶんですよ。もう僕もね、ジンマシンで苦しんだからよくわかるんですよ。もう心の底から嫁とハイタッチしましたよ。嫁もね、看護師とか理学療法士なんで、その仕事を助けてくれてるんですけど、やっぱもうね、お金とかじゃないんですよ。お金なんて尺度で測れないぐらいのこの改善の喜びですよ。まあ、計り知れない僕の使命ですね。生きてる意味ですよ。先の見えない病気だって言われてるんですよね。感想もいただいたのが本当ありがたかったんですよ。夫が尋常性感染でミネラル使用生活を3ヶ月前から始めましたと。おかげさまで気にならなくなるまで回復して、ポロポロとたくさんの皮膚が落ちてしまうのがなくなったんですよ。伝染病ではないんですよ。うつらないんですよ。けどやっぱ温泉に入るとかなったら周囲の目が気になるんですよ。よくもうめちゃくちゃよくわかりますよ。こんなんだったらお風呂、お金払って行く必要なんか全然ない。なかなか入れないんですよ。でもこれからは気にせずに入れるわってね、これはね。プールも同じなんですけど、めちゃくちゃよくわかりますよ。先の見えない病気でしたが、回復したことが本当に嬉しいんですよ。少しでも多くの人に伝わってほしい、伝えてほしいと、心よくこの写真を提供していただいて、どんどん発信してくださいということをおっしゃっていただいたんですよね。本当に嬉しいです。もう何回も言うんですけど、その気持ちがね、もうすごくよくわかりますよ。僕もジンマシンで温まるとね、ものすごいブツブツになってきたんですよ。わーっと口も、この首も、腕も足も全部ブツブツで温泉入れなかったんですね。でも僕は今温泉大好き少年ですよ。あ、少年っていうか青年かな。チャンネル登録してね。夜中も帰ったね。皮膚の病気で悩まれている人の気持ちはね、もう僕はもう本当すごーくわかりますよ。スーパー銭湯はいけない。自分の体を見てイライラしてしまう。自分の体をちょっと叩いてしまったり。でも頭の先から足の先まで全身血が上がってぐーっと痒くなってきたり、いろんな仕事とか未来に関しても諦めてきた部分はありますよ。スポーツ系は無理だなとか、諦めざるを得なかったという悔しいというか仕方ないというか、ただただ気持ちが暗くなる。病院に行ってもたらい回しになって何も良くならない。僕もそうだったんですよ。ずっと体育は休んで、水泳なんて怖くてとんでもない。できなかったですね、高校生の時なんて。でもね、これ見てくれましたね。諦めないでください。あなたの体はまだまだ本当に大丈夫です。ただただ環境とか食べ物が悪かっただけなんですよ。そして今知りましたよね。今この YouTube で知りましたよね。ただ単に少しだけ生活を変えるだけで未来は本当に今すぐ変えれるんですよ。もうこの思いをどうすれば伝わるのかっていうのをいつも考えてます。僕も結構ね、打ちのめされることもたくさんあるんですよ。辛いこともいっぱいありますよ。でも、ただ伝えるのが僕の使命だし、塩を伝えるのが僕の天命なんで、コツ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 頑張っていくということで思ってます。皆さんも、これが良くなったよとか、尋常性感染が良くなったよとか、小石脳胞症が良くなったよっていう方が、
いましたら、LINE で教えてくださいね。僕の LINE と繋がってください。直接お話できますんで。それが僕の勇気にもなりますし、支えにもなりますし、他の皆さんの苦しんでる皆さんの本当に支えになるんですよ。希望になりますんで。皆さんで一緒に頑張っていきたいと思っております。今回のご視聴もありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ありがとうございます。